はあ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はエボリューションおすすめ強化選手を紹介していきたいなと思います。今回対象とするエボリューションはこちらの右サイドのスターになります。選手の条件としては総合最大85、ペースが最大86、シュートが最大87、ドリブルが最大86、体幹が最大86、ポジションが RW の選手、プレイスタイルの数が最大9つまで持っている選手ということになってます。アップグレードとしてはレベル1でシュートがプラス4、ドリブルがプラス3、プレイスタイルでループがつくということになってます。レベル2ではですね、ペースがプラス3、パスがプラス3、体幹がプラス2、スキルムーブがプラス1ということになってます。それでは個人的におすすめの強化選手を紹介していきます。こちらが個人的におすすめの右サイドのスターの強化選手になってます。タリスカ、ルックマン、ニャブリ、スターリングと、この4名を自分は挙げました。タリスカに関してはですね、TOTW からのアップグレードということで、スキル5のタリスカが誕生をします。個人的にはこの人、中盤の選手として、ペースもね、全然ありますし、シュートの能力っていうのは高い選手に、なりますし、かつ、あとはトリベーラだったりとか、あとはコントロールシュートだったりとか持ってるので、まあ、まだありかなっていう風なところですね。特にやっぱりネイマールだったりとか、ロナウドの組み合わせの要因としても、優秀かなというふうにも思うので、無料で作れるんだったら全然タリスカありかなというふうに思いますね。で、続いてルックマンですね。ルックマンセリエのアタッカーの選手になるんですけれども、こちらもスキル5になって5-4ということになってます。まあ速さっていうふうなところとドリブルの軽さっていうのがある選手になりますね。若干パス面はあまりうまくはないっていう風なところと、レースももうちょっと欲しいなっていうのは思うので、どちらかというとスタメン級というよりかはスパサブとして、個人的にはおすすめをしたい、そんな選手になりますね。そして続いてニャブリですね。まあ、ニャブリに関してもね、スキルが5になるというふうなことで、ニャブリは今作まだ特殊がないので、やっぱりバイエルン勢だったりとか、ニャブリ自体をね、好きっていう方は、こういうふうなところでアップグレードをするのがいいのかなと思います。まあ、全然強くは、なれますし、ペース自体もうちょっとね、欲しいところではあるんですけれども、シュートが上手かったりとか、まあドリブル軽かったりとか、まあパスもちょっとは出せる選手にはなるので、いいのかなというふうには思いますね。プレイスタイルもうちょっと欲しいところではあるけど、まあそれはちょっと、エボリューションだったらしょうがないかなっていうような感じですね。で、そして続いてスターリングですね。スターリングに関しては、こちらの右サイドのスターをやってもらってから、フィニッシャーをやると。いう形になります。まあそうなるとこの89のね、強いスターリングになれるという風な感じにはなりますね。スキル5、逆足4という風なことで、こちらもドリブルの軽さ、細かさプラススキル5という感じになるんで、結構相手にいると厄介な選手になりますね。それで言うとやっぱりアイスかな、バーサスアイスのスターリングっぽい感じには強化できるので、結構ドリブル好きの方だったらいいのかなというふうに思いますね。あとシュートもね、全然打てる選手にはなるので、結構スターリングは掛け合わせをねちょっとしてるだけあって、かなりおすすめですね。まあ強化選手に迷ってる、悩んでるって方はこちらから選んでみてもいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらちゃんと登録高評価お願いします。それではバイバイ。With all the emotions I built up inside of